こんにちは。いつもクッキー&マローンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。この配信は私が犬について思ったことをダラダラと喋るだけの寝言を垂れる音声配信になりますので、よかったらお付き合いいただければと思います。今回は褒めることの大切さってところでやっていきたいと思います。今ちょっとふと思い出したんですけれども、前回の写真を撮ろうっていう音声配信、やっぱりちょっと受け悪いですね。今の視聴者さんの層だと写真撮ろうっていうコンテンツがかなり受けが悪いので、って感じなんですけれども、ちょっとそこの楽しみを共有するのは無理なのかなと、ちょっと寂しい気持ちですけれども、まあまあそれはさておきっていう感じで、なんで褒めることが大事かって、まあ当たり前なんで今更改めて触れておきたいかなというのはあるんですけど、まあ触れておくことにあたってきっかけっていうのは確かにあって、うちのお客様で1ヶ月トレーニングを卒業した子についてですね、卒業してもうすぐ1年ぐらい経つんですけれども、最近なんかアイコンタクトが取りづらくなったとか、呼んでも来なくなったとか、だんだんちょっとところどころムラが、出てくるようになってきたというような相談を受けたんですけれども、その時に私はその都度褒めてますかって言うと、あって言ったんですね。褒めることがおろそかになると犬はできなくなります。これも条件付けにおけるもう基本中の基本として説明できると思うんですよね。いわゆるオペラント条件付けっていうやつだと思います。結果として起きていることっていうのが負の弱化、こっちが褒めないっていうアクションを取ることで、犬の行動もなくなっていくようなことっていうのが、もうこの学習の基本的な仕組みの部分で説明がつきますので、考えればシンプルなんですよね。簡単に結論が出ます。なのでそのようにお伝えして、今からでも全然遅くないんで、もう一回一番最初卒業当初にお伝えしたこと、もう基礎中の基礎っていうのをもう一回一からやり直して一ヶ月見直して、もう一回生活習慣一から構築し直しましょうっていうところを、お伝えしました。で、それでこれはうちを卒業しようが、警察犬の訓練所卒業しようが、他の出張トレーナーさんに見てもらおうが、変わらないんですね。一年訓練所に預けてお願いしたって家に帰ってきてからやんないと今の説明の通りできなくなるんですよ。だから高いお金払って訓練所にお願いしたけど家に帰ってきたらできなくなっちゃったっていうことをおっしゃる飼い主様はすごく多いんですけど、まあ、つまりそういうことなんですね。基本的な学習の仕組みの理屈で説明できるくらい、本当に基礎の基礎の簡単なことであって、その基礎っていうところをおろそかにすると、もう生活習慣が乱れて、一番最初、本格的に訓練を始める前に起こっていたような、いわゆる問題行動、飼い主様、人間たちにとって不都合な行動っていうのが、またぶり返してくるわけなんですね。で、改めて説明しておくと、そういった怒る、吠える、噛む等々、あとはいたずらとかですね、そういった行動っていうのは犬自身もストレスを感じてそういった行動っていうのが起こるわけなんですね。まあもちろん犬種差、個体差、云々っていう差はいろいろあるんですけれども、生活習慣がしっかりしていて、気持ち的にも満たされていて、落ち着いてる犬っていうのは、そんなまあ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 吠えることはないし、襲いかかってくることもないし、つまり、その逆ですね。襲ってくる、噛む、吠え続けるっていうことは、何か、どこかに問題がある、
そのせいで犬はストレスを抱えている。ストレスに感じている。まあそれが体の中から来るストレスなのか、外部からの刺激がストレスになっているのかっていうのは本当に様々なんですけれども、それは改めてご家族のワンちゃんの取り巻きの環境とか、ご家族のワンちゃんの体のコンディションっていうのをもう一回見つめ直していただいて判断しなきゃいけないところではあるんですけれども、まあそれらのストレスっていうのがまたストレスになってどんどん悪循環に陥りまして、まあつまり犬は苦しいわけなんですね。まあそういった苦しみを取り除く、苦しみから解放してあげるためにも、ご家族の人間たちがしっかり管理するというところを徹底してあげないと本当にかわいそうなので、今一度その子にかかっているストレス、抱えているストレス、生活習慣ですとか、取り巻きの環境っていうものを、もう一回見つめ直していただいて、整えてあげるということと、あと、まあ、もちろん、ご家族で手探りでやってもいいんですけれども、その子の苦しみを取り除くという上で、やっぱり一番手っ取り早いというか、結局プロが、一番引き出しが多いので、いろんな柔軟に、いろんな提案をしてくれるトレーナーさんっていうのを、ぜひ探してください。私も、今後もより、柔軟に幅広いご提案ができるように、努めてまいりますので、何かあったら、うちでもいいので、ご相談いただければと思いますし、何か体に違和感を感じるような素振りがあるんだったら、早めに獣医さんに相談して、満足のいく、カウンセリング、診察っていうのができなければ、気軽に、早めに、少し大きい病院とかを探してみて、セカンドオピニオンを受けるということをして、いろんな獣医さんの話を伺うっていうのも一つ手だと思いますので、まあ、本当に幅広い、考え方っていうのが特に重要になってきますので、そういうところを考えて、目安にして向き合ってみるといいのかなというふうに思います。はい、次回はぜひよろしく。次回もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。